誰が出るか、穂村とか来てほしいけどな。あー来た、すごい。あーおー、わからんか。トミーとシーサーの2人きりの戦い、さあ始まりました。今回も私シーサーとトミーさんだけじゃなく、前回同様、はい、カトパンさんとおすぎさん、はい、来ていただきました。で、まあ、前回見ていただいた方はお分かりかと思うんですが、我々4人で2チームに分かれて前回パチンコ勝負、見事我々が、ね、圧倒的に勝利したわけですけれども、はい、今回はその続きでスロット勝負として魔法少女マドカマギカシリーズを打ちましょうということになりました。というわけでトミーさん、はい、今回はですね、前回の勝利チームが騎士を選べるということで、このマドマギシリーズの中から我々新代の魔法少女マドカマギカ前編後編、こちらをですね選びまして、トミーさんチームがマド2ということでですね、そうですね、やっていきます、うん、でこれなかなか結構難しい勝負になるかなと思うのが、まあ5号機対6号機ということで、ちょっとこうゲーム性が全く違うので、まあサマイ勝負といっても ART 入ってしまったらもうこっち厳しいんじゃないかと思うんですけど、実は今回2時間しかありません、2時間勝負なので、その中で ART の初当たり取って出すのはなかなか難しいと思うんですね。反面こっちは2時間あれば当たり引けると思うので、出すのは難しいけど当てるのはまあ2より簡単、面白い勝負になるんじゃないかと思っております。で今回で前回との、 あの決着つきます。どっちが勝ったか負けた、はい、はい、で負けたチームは、ホールの清掃をして、これ1勝1敗になったらどうなるんですか、はい、1勝1敗になった時はそれはもう全員で、なるほど、伏せ天さんありがとうございましたと。まあただ前回、まあ我々は結構こう当たり引いてラッシュ入れてってありましたけどですね、はい、おすぎさんとカドパンさんがちょっとね、ちょっと見せ場がね、なかったので、まあ今回しっかりですね、やってほしいなと思います、はい、本当に頑張りましょう、ね、頑張ります、うん、ちなみに今回ですね、はい、全力です、はい、全力なので、まあ当たり引いて当然です。2400枚以上出したらもう勝ちです、はい、そうですよね、我々絶対出せないんで、ただ2時間で出すのは相当難しいかなと思いますので、はい、果たして今回はどんな対決になるのか、どうぞよろしくお願いします。頑張ろう、お願いします。実戦スタート、よいしょ。こんなんね、もう回したもん勝ちやからね。ガンガンいくよ、2時間だね、ガンガン。まあ信頼ですので、じゃあちょっと簡単なゲーム性だけお話ししておきましょうかね、基本的にこのマギカラッシュで出玉を増やしていくタイプで、初当たりのメインも今作はボーナスじゃなくて、このマギカラッシュ AT が初当たりのメインになりますので、通常じゃあもうここを目指していくというものですね。で AT の当選経験になるのが規定ゲーム数の消化、まあ初代と同様ですね、規定ゲーム数の消化、そしてレア役での抽選、そしてチャンスゾーン中の抽選ということで、まあ初当たりのメイン経験も初代に近い形になります。ただボーナスじゃなく今回 AT がやってきますよという感じですね。初当たりに関してはこっちの方がバリバリ取れるはずなんですよ。特に6はもう当たり軽いので、まあだからシリーズ打たれてる方に対してはこの、まあもうほとんど初代に近いようなゲーム性ですよと、通常時は。あ、キョチリ今ゲーム数の当選チャンスですけど、今のキョチリでも AT 当選ありますんで、なんか前兆ステージが全然熱くないですね。あ、最後来た、やっと来てくれました。あ、マミさんも来た、強子まで行けばチャンスですよ、キューベパワーアップになるとチャンス。あ、出てこない、おお、また強チェリー、バリ引きようやん、強チェリー当たるじゃないと、それちょっとカタパンさんには負けれないんでね。あ、バラ園、赤文字、赤文字チャンスチャンスチャンス、赤文字強いですからね、これは当たるよ。
あー来た来た、当たりです。当たりですか、やったー、イエーイイエーイイエーイで、初めて AT 消化しますよね。はい、じゃあちょっと僕が簡単に AT お話するんで、それに沿って打っていただいたらいいかなと思います。はい、打ってどうぞ。今回3枚数管理ですね。で、初期枚数は基本100枚です。で、純増が約 2.5 枚の AT 機で、今回ですね、ポイントになるのがレア役とハズレで、今ハズレ出てますよね。で、ハズレ出た時に今キューベが走ったと思うんですが、その時にソウルジェムシステムっていうのが発動することがあります。これがまずあの今回の AT の最大の特徴です。あ、ここもハズレですね。こうやってハズレが出てソウルジェムシステムが発動したら、そこから数ゲーム間チャンス到来になります。まあ、その時またお話しますね。で、まあ、レア役もそうなんですが、基本的にハズレやレア役を引いて枚数を乗せていくものじゃなくて、ハズレやレア役からまず特化ゾーンを目指していくと。で、そこでルーレット演出があって、上乗せなのかボーナスなのか特化ゾーンなのかっていうジャッジが行われますので、直乗せは今回ないです。あ、ここもハズレ引いてますね。ただ発動しない。で、基本的に最初に行くのがマギかアタック、そこからマギかアタックから上乗せかボーナスかワルプルギスか、まあ、エピソードかっていう振り分けがあります。だからボーナス引くにしても、上乗せ獲得するにしても、まずマギかアタック。ジャクチェリーですね、チャンス。ジャクチェリーでもあの行くときありますんで。あ、ここは芸術家の魔女バトルですね。あ、行った、まあ、おそらく今のジャクチェリー一発で行ったと思うんですけど、で、これで、マギカアタックに突入ですかね。はい、で、これがあの上乗せや上乗せドンやボーナスの入り口になります。で、何が起こるかというと、まず押し順ナビに従ってボタンを押していただきます。そしたらソウルジェムシステムっていうのが発動して、このうちのどれかにランプが1つつきます。で、このついたキャラクターによって対応役が決まってますよと。この場合はさやかの場合はリプレイかチャンス目で、このリプレイかチャンス目を引くと格上げ抽選が行われて、リプレイを引けばチャンス目扱いになります。チャンス目を引くと確定役扱いになりますっていうものです。なので、次のゲームでリプレイかチャンス目が引ければめちゃくちゃ熱いで、引けなくてもこのマギカアタックは何かしらの報酬もらえますんで、まあ、最低の報酬がもらえます、はい、っていうゲームです。だから次のレバーは叩きどころですね。はい、ここで何が出てくるかですね。リプレイがいいですよ、これは。ああ、ゼロでしたね。ということで、まあ、最低の報酬枚数上乗せは10枚ということですね。で、さっきちょっとお話ししましたけど、ハズレを引いたときにキューベ走ったじゃないですか。で、ソウルジェムシステムが発動するときっていうのは、あのタイミングで今みたいにどれかがつくっていうことですね。で、それがついたときにまた対応役が出るんで、その場合は3ゲームから5ゲーム継続するソウルジェムシステムで対応役引ければ、このマギカアタックにやってきますっていう、まあ、そういうゲーム性ですね、簡単に言うと。はい。お、うお、ナイス、やりました。あ、弱いな。まあ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 ね、まあ、発展。よし、キューブ。あ、ボーナスですね。よし、よし、やっぱ岸辺店がね、一番あれなんでね、今頑張ってるんで。あ、気持ち、あれ終わってない、終わってない。何枚でした？30。え、30 30 30。気持ち、
やっぱりカトパンさんはカトパンさんでした。あ、やっぱり、はい、やっぱり30枚だそうです。で、一応終了になりますけど、ここで汚れが溜まってればマギカアタックに入ります。それ次のストップボタンを押した後にジャッジが行われます。はい、あ、これでマギカアタック、今のはまあ汚れが溜まっていた、あるいはこうこの時に溜まっている汚れに応じてこの突入抽選が行われるというものですね。なのでまたここから枚数上乗せ以上になります。さあ、ここも結構大事ですね、誰が出てくるか。あ、今度はマミさんですね。マミさん対応役ベルですけど、 AT 中なんでベルめちゃくちゃ出やすいです。あ、でベルを引けば弱チェリー扱い、強ベルを引けば強チェリー扱い。はい、あ、でも青がない。あ、もうこの時点で30枚以上の上乗せかボーナスです。しっかりベル引いてますね。あ、いいですね、50枚、はい、こんな感じで枚数乗せながらボーナスなんかをこう目指していくという感じですね。よし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 、上乗せいきますよ。おい、簡単ね、簡単、うん、あ、わわわわわ、簡単簡単、うわー、厄介。おー、それはでかいよ、ARP 中のボーナスはでかいっすね。簡単や、うまい、うまいわ。これもう勝ったでしょうね。勝ちましたかね。さあどうだ。でここまでですね、193枚。で、あのサブ液晶ちょっと指で触ってもらっていいですか。どんな奇跡だって起こしてあげられるよ。はい、ここも一応ですね、あの前作前々作同様キューベイのセリフで、まあ、設定したが行われている。ただ詳しくは分からないっていうところですね。なるほど、はい、193枚という結果でした。おし、ちゃん、よし、お、チャンス。マギがクエス、マギがクエス、びっくりした。なんかわわわ、もうなんかすごいな。よし、これはちょっといきなり飛びさがスタートダッシュかけてますよ。やばいやばい。よし、あ、マミさん、あー、うまいやー、ようできてますわ、トミーさん、それ。うまっ、さやか使わずに、うまっすね、うまい。いや、これやばいぞ、トミーさんがいきなり結構乗せてますよ。ウォーフー、まだだよ。あー、まあ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 、でも全然ね、50は、50はでかいっすよ。ちょっと500枚ぐらいで抑えてもらわないと、いきなり1000枚とか出されたら終わらないですかね。いけるいけるいけるよ。あるある。ああ、おお、よしよし、あ、赤、うわー、もうやめてくださいそういうの、やめてくださいそういうの。また、あー、ちょっと、よし、まあ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 、まあ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 、お、
いいよ。あー、ここは熱いよ。おお。さあ2回目。2回目。お杉さん頑張って500枚出そう。500枚。頑張って500枚出そう、まずは。でちなみにソウルジムシステム発動なくて上乗せもなく終わった場合は 50% で最後にマギカアタックもらえます。いやー残念。さあ 50%。 あ、ありましたね。ありますか。そこでなんか強いの持ってこれたら、例えばボーナスでも持ってこれたら、まあ、一気にこう枚数が増えて消化中にまたこう上乗せ掴んだりとかですね、あるんで。誰が出るか、ホムラとか来てほしいけどな。あー来た。ホムラはあの見ていただいたら分かる通り善悪です、はい、すなわち一番弱いやつはないです。もうなるほど、はい、何引いてもいいです。何引いてもいい、はい、あ、ワルプルギスの夜じゃない。ワルプルギスの夜です。これが上乗せ特化ゾーンですね。まあシリーズおなじみの特化ゾーンになります。いやよかった。で今回のワルプルギスの夜は継続率が 50% から 80%、 全部で3段階あります、はい、じゃあ消化していきましょう。もうこちらおなじみですね、ホムラがやられなければセット継続で、継続のたびに枚数の上乗せということになります。1セット目保証がありますので絶対に上乗せして継続します。いやーここ頑張って乗せてほしいな。いや乗せたいです。乗せたいですね。まず1戦目。で基本ここのバトルは、まあ、ホムラの攻撃で継続確定になります。で消化中の恋愛役は追撃のチャンスですね。あでマギアが流れてますので3セット目までは継続します。これも初代と一緒ですね。あ20枚ですね。だからさっきソウルジェムシステムの話したじゃないですか。もちろんこの特化ゾーン中もソウルジェムシステムあるので、例えばこういうところで外れを引いて、まあ、例えばサヤカ来ました、リプレイ引きました、チャンス目扱いになるじゃないですか。それで追撃来ますとかっていう、こううまく絡んだ時がドーンと乗るんですよ。ああいいですね。追撃チャンス継続はもう確定してます。10枚。追撃は あったあった。さあ何が選ばれるか。青。まあ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 弱いけどもらえただけ OK。 20枚。これで50枚です。でもはい、さあ3セット目、そこも継続になりますね。順調ですよ。お追撃。あそっか、5セット目、10セット目、15セット目、この枚数のセットは追撃ついてきます、クリアすれば。10枚。さあここはワルプルギスの夜の攻撃。うん、まあまあ3桁の強は十分な結果だと思います。はい、まあ、こんな感じですね。今回のワルプルギスの夜ももうほとんど初代に近い形ですね。530枚。おい、あー終わりましたか。終わりました。お二人とも終わりましたね。 AT が、 ART が530枚。まあ大丈夫です。もうそんなのお杉さんが一発で超えます。まあまあいい勝負です、トミーさんと。はい、
おお、また行った。結構ね、これがあるんでいいですよね、最後ね。ねえ、すごい。もう一回ワールプル行ってほしいな。小村京子さん。おお、いいですよ。外れ引いたらチャンス目扱いになります。で、ベルでジャクチェリー扱いで、チェリーはジャクチェリーが強チェリー、強チェリーだともう確定役です。はい、ぜひ。あ、なるほど。いけ。あー、緑か。おー、100枚3桁のせいやー、すいませんね、なんかすいません、すいませんね。いや、素晴らしいですよ。いやー、すごい。そこを緑で100枚持ってきたのは、あのおすぎさんのレア役の引きがやばいんすよ。めっちゃ引いてるんすよ。でスイカからはマギカバトルっていうところの抽選がされてるんですよね。まあ、残念でしたけど、そのマギカバトルっていうのは先に言っとくと、バトル勝利でマギカアタックに入るんですけど、通常のマギカアタックよりも性能がいいマギカアタックに行きます。なので、まあ、大きな上乗せに期待持てるっていうことですね。またスイカ、よう引きなはる、よう引きなはる。あ、これ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 。で、これも一緒で1ゲーム目にソウルジェムシステムが発動します。はい、さやかですね。だから、まあ、チャンス目引けば勝ち、リプレイでも大チャンス。ここはバトル中 OK です。おお、引いた引いた、いいよ。おお、いった。これで、ね、マギカバトル経由のマギカアタックなんで、通常のマギカアタックよりもちょっと報酬がいいっていう感じですね。でもちろんここでまたソウルジェムシステム、はい、もう一回リプレイ引け、もう一回、もう一回。お願い。ああ、でもいいよ。30枚。これでトミーさんの枚数超えますんで、もう。あ、じゃあ大丈夫ですね。大丈夫です、はい。ここまでですね。ここまでですか。481枚。はい、481枚です。ただこれ400ゲーム過ぎましたんでね、ゲーム数的にはこの辺りか。さすがに設定6なんでね、もうこの辺では当たってほしいですよ。タイミング的にもね、おすぎさんと入れ替わりという形で、そうですね、ゆっくり見れるんでいいタイミング。さあ、400ゲーム台での前兆移行です。おそらく本前兆。わあ、さやかだけ。ああ、でも赤文字来ましたね。バラ園の魔女倒せ。チャンス目、よし、いった。はい、ようやく400ゲーム台での当選になります。じゃあいいですか、もういいですか、勝負決めて。すいませんね、僕らばっかり。じゃあ行きましょう。やれんのかみたいな顔してますけど、やりますよ。はい、次こそは。イエーイ。わあ。決めてください。はい。よし。ちょっと打ってみたら。
変わろう。いけますかね。上乗せさせます。そういう作戦ですか。いけます。もうラス大丈夫っす。おかしくないですかこれ。ほんま伸びんな。伸びないですね。まあ、でも最初そっちの直撃した時30枚だったんで。あ、ちょっとずつね。今80枚。あ、そうそうそう。OK OK OK。着実に進歩してる。着実に伸びてる。つかないですね。だいたい AT 中の約22分の1って言われてるんですけど、一回もつかない。ハズレ引いてるのに結構。さあ、何もありませんでしたということは、あ、これがありましたね、マギカアタック。いきます、小村来い。さやかか、リプレイだ。一番弱いやつ10枚。うわー最悪。あー119枚。君はエントロフィーっていう言葉を知ってるかい。今のはちょっとね、結構強めのセリフなんじゃないかなと思います。君はエントロフィーっていう言葉を知ってるかい。おそらく。ちょっと待って、青だったよね、今ね。青でした。おーし、まずか。おーっ、けけけけけ。うわっ